病院に行きます。皆さんどうもこんばんは。楠田絵理子です。お久しぶりでございます。収録、久しぶりの収録でございましてですね、ちょっとうまく喋れるか、不安なところはございますけれども、おっと失礼しました。ちょっとライトが1個ついてなかったのでつけていきたいと思います。おはようございます。はい、どうもこんばんは、牧瀬里穂です。今日はですね、変なペヤングシリーズ、またペヤング食ってやがんのっつってね、この間も友達に会った時に動画の半分以上ペヤングじゃねえかっていうねことを、言われましたけれども、その通りでございます。ペヤンガーでございますからね。すいません。で、ちょっと久しぶりの収録でございますからね、申し訳ないですけども、グダグダになるかもしれませんが、最後までご視聴よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。それでは今日食べていくペヤングを紹介したいと思っております。タコ飯風、タコの飯風、このペヤングのタコの飯風。タコ飯風ということでね、よくわかんないんですけどね。ですね、宮城県は静川高校っていうのかな、静川高等学校の、共同で企画した商品ということでございましてですね、何やら青春の香りがするような商品でございます。ね、じゃあ中身を見ていきましょう。中身はね、こんな感じでございます。こういうね、こういう火薬がついておりますね。はい、麺はもういつもの安定のあの麺です。で、こういうソースですね。タコ飯風いかがなものか、お湯を入れてみましょう。タイム。はい、お待たせいたしました。3分経ちましたんでね、もう食べようと思うんですよね。あれですからね、このペヤングをアップしてる時はあんまり時間に余裕がないんだなと思ってください。ペヤングとか、カップ麺だけとか、そういう時はあんまり時間と心に余裕がないんだなと思っていただければ幸いでございます。それでは食べてみましょう。めっちゃ美味しそうですね。このね、おいにぃはね、タコ飯ってあんまり食べたことないですけど、まあまあ、なんか海鮮系のと出汁の香りがいたしますな。うん、たこ焼き、あ、なんでもないです。たこ焼きとかちょっとよくわかんないこと言いそうになったんで、まあいいでしょ。いただきます。こんな感じ。うん、おお、うまい。この白いの、なんかはんぺんみたいなのが入ってます。なんだろうこれ、タコでも、たこ焼きのやっぱりたこ焼きの話をしたい。たこ焼きの紅生姜抜きみたいな味がします。わかるかい、わかるかい。今日ここにマイクありますからね。ちょっとね、新しいカメラのね、ちょっと私の持ってる外部マイクとのちょっと相性がなんかあんまり良くないのか、ものすごいノイズが乗るんですよね。だからちょっと音声別撮り、音声別撮りしております。まあ、そんなのはどうでもいいですよね、皆さんにとってはね。うん、めっちゃうまいよ。うん、うまっ。なんだろう、なんかちょっととろっとしてんのかな、なんだろう、あんかけまでいかないけど、なんかちょっととろりとしてる。うん、まあタコ飯って言われてるからタコ飯っぽいなと思って食べてますけど、何も言われずにこれを出されたら、え、何の味だろう、でもうまいなみたいな感じだと思います。ちょっと、はい、そんな感じ。うん、うん、このはんぺんみたいなやつがうまい。
この和風のペヤングいいよね。今んとこ外れないっすもんね。まっ。うん。うまっ。なんか、食べ物を食べる映像を流すだけの YouTube をもしやってみようと思ってるあなた。ペヤングはすごい味方になってくれますよ。うん。一番お手軽なパターンですね。うん。あ、やっとね、仕事の一番面倒な仕事が終わって、徐々に時間ができつつあるんだが、まあ、今月中はやっぱりちょっと厳しいですね。うん。こんな感じになりますよ。申し訳ない。あ、あとね、食わず嫌い用、一人食わず嫌い用選手権ね。もうね、この材料を買ってあるんですよ。あともう料理して収録するだけなんですけどね。うん。まあ、多分来月になりますかね。美味しかったね。ちょっと短い動画になりましたね、今日ね。ちょっとお酒飲みましょう。はい。これね、私の一押しの前、なんだっけ、何の回でしたっけ、何の回でやったかちょっと忘れましたけど、前にも動画でやりました、こちらサントリーワインサーバーの白ね、これですよ。前回もなんかちょっと魚介系のなんか麺で食べ飲んだような気がするね。あ、カップヌードルだ、世界のカップヌードルシリーズ。うん、あれも美味しかったですね。飲んでから言いますけど、乾杯。わあ、収録いつぶりだろう、1週間ぶりぐらいかな。うん、今までね、2月ぐらいはまでは週に2回は収録してたんですよ。多ければ3本。うん、で編集してあげてたんですけど、ね、うん、で、あの、ぶっちゃけですね、あの、日中の仕事の合間に編集をしてるんですね、私。なので、この仕事がずっとこう手が開かない状態になると編集ができないんですよ、収録しても、うん、こんなこんなでちょっと更新が遅れております。申し訳ないです。はい、なのでちょっとこの動画もね、ほぼほぼ編集あんまりできないかもしれないですけど、はい、まあそんな感じでやっていきたいね。おつまみください。ありがとうございます。ありがとうございます。これは何ですか？タケノコニョッキですね。タケノコとインゲンの煮物入ります。私、あの、おばあちゃん子ですから、煮物とか、そういうの、ものすごい食べて育ってきたので、これシビいやつ好きなんですよね。うん。とはいえ、新しいもの好きでもあるので、こういう変なペヤングとかも大好きだし、うん。何でも好き。あ、じゃあ、ちょっとここまで見てくれた皆さんに、ちょっとヒントではないけど、次の一人食わず嫌い用で食べれないものは、めちゃくちゃ本当にダメで、あの、前回第1回放送レバーでしたけども、どっちが嫌いって言われると、迷うけど、多分、その第2回で食べるものの方が厳しいんじゃないかなっていう感じですね。うん。必死に演技しますよ。頑張るよ。うん。うまい。
の前回の唐揚げの動画でこう2カメやったじゃないですか。今日1カメなんですけど、あれどんなもんですかね。ああいうのいります？私の動画に。ちょっと意見を聞きたいですね。うん。ぜひ2カメがいいっていう意見なのか、どっちでもいいっていう意見なのか、1カメで十分だよっていう意見なのか、もしよかったらコメントしてください。よろしくお願いします。あ、それからね、この間階段転んでしばらく休んでたじゃないですか。ちょっとね、病院に行かなきゃダメかもしれないね。うん、病院というか、まあ、整骨院といいますか、ちょっと近所に非常に有名な整骨院があるので、そこにちょっとね行かなきゃダメかもしれませんね。足とかはもうだいぶ良くなったんですけども、この肩ね、これ以上上がりません。まだでもう2週間3週間ぐらい経ったのかな。うん、ほとんど良くならないどころか、なんならちょっと悪化してんじゃねえのっていう感じになってきたんで、病院に行きます。朝とか、なんかもう肩が痛くて起きるみたいなこともありますからね。もう残念でございます。うん。おいしい。おいしいです、先生。はい。シンプルに。シンプルに、おい！いただきましたけどね。ああ。いい感じになってきたね。うん、よしよし。じゃあ、縁も竹縄ということでね。竹の子の、何ですか？竹の子の里？何？竹の子の煮物。はい。竹の子ニョッキー！タケノコニョッキーって覚えてますか？1ニョッキー、2ニョッキーって言ってね。それで負けた人がね、ウイスキーとか、ウォッカとかをゲッとね、一気飲みするっていうゲームが流行りましたよね。それがね、20代前半の時に流行ったっていうので、まあ大体の年代が分かってるんじゃないかなと。言ったところで、本日の焦点はお開きでございます。またお会いしましょう。さよなら。